皆さんこんにちは、ウォッチ買い取り応援団団長です。本日は価格動画でございます。とその前にいつも通りですね、気になるニュースを一つお届けいたします。タグホイヤーから寅年にちなんだ限定モデル発売されました。その名もタグホイヤー彼らイヤーオブタイガーリミテッドエディション。勇猛で自信と冒険心にあふれた野生の王者トラ、そのイメージは荒々しく野生を駆け抜けるカーレースの世界から生まれた彼らという時計にも当てはまります。ということで、トラ柄の文字盤、そして裏蓋にもトラのイラストがあしらわれています。この彼ら限定300本での登場です。年男の皆さん、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本題ですね。本日価格動画でございます。ブランド時計を売却する際、そして購入する際、気になる価格相場、本日はロレックス、エアキングおよびミルガウスの価格チェックしていきたいと思います。今回お伝えするのはこちらの8モデル。現行モデルが3本に旧作が5本。この動画では相場を俯瞰するため3つのデータに触れていきます。メーカー定価、価格コム掲載の新品実勢価格、旧作の場合は楽天と時計マーの中古価格、そして弊社独自調査の買取価格、これらで見てまいります。なおこの動画公開の 2,3 日前に作成しています。公開時には価格や店舗在庫状況と変わっている可能性がありますのでご注意ください。価格変動激しいモデルでもありますので、実際に購入売却をお考えの方、必ずそのタイミングでの価格ご確認いただくようお願いいたします。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、では1本目ですね。2016年にリニューアルされ、正式にモデル名となった 40mm サイズのエアキング、リファレンスナンバー116900、メーカーサイト掲載の定価は79万3100円。対して現在の価格コム新品実勢価格は109万5000円から119万8000円です。価格推移、10月11月は維持状態でしたが、12月は値上がりですね。平均ラインで3万円ほど上がっております。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取価格60万円から105万円、中点値は82万5000円、メーカー定価からの換金率は 75.7% から 132.4%、前回10月の調査から最高値は2万円のアップ、最安値は3万円のダウンです。続いて価格トレンドの詳細確認するため、サイトごとの価格変化がどうなっているのか確認してみます。こちらは買取価格の高値側と安値側、各3サイトの前回からの動きをまとめたものです。データ数が不足している場合は上下爪にて記載しております。高値の方上昇と前回データなし、安値の方は維持と上昇、価格トレンド維持から上昇という結果です。続いて2007年から2014年まで生産された旧モデル、2014年以降同リファレンスナンバーにてオイスターパーペチュアル34に世代交代されています。販売価格は中古品で見ていきます。現在の中古販売価格59万8000円から74万8000円です。今回の調査では20点ほど販売が確認できました。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取価格27万円から58万円、中点値は42万5000円、中古最高値からの換金率は 36.1% から 77.5%、 前回10月の調査から最高値は3万円のアップ、最安価格は変わらずですね。続いてサイトごとの価格変化です。高値の方すべて上昇、安値の方は上昇、前回データなし維持、価格トレンド維持から上昇という結果です。続いて先ほどのバージョン違い、エンジンターンベゼルを装備した旧エアキング、販売価格は中古品にて見ていきます。現在の販売価格59万8000円から76万8000円。流通数は少なく、今回の調査では3本のみ確認できました。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場24万5000円から48万円、中点値は36万2500円、中古最高値からの換金率は 31.9% から 62.5%、前回約1年前の調査から最高値最安値ともに3万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。高値の方上昇、下降維持、安値の方は維持と上昇、価格トレンドサイトによって異なっております。続いて2001年から2007年に製造された先々代モデルのエアキング、販売価格中古品にて見ていきます。現在の販売価格44万531円から67万5000円、今回の調査では40本以上の流通が確認できました。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、
現在の買取相場19万円から45万円、中堅値は32万円、中古最高値からの換金率は 28.1% から 66.7%、 前回10月の調査から最高値は4万円のアップ、最安値は変わらずです。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。高値の方上昇と前回データなし、安値の方は全て維持、価格トレンド維持から上昇という結果です。さて続いてはミルガウスですね。ロレックスのモデル中唯一グリーンサファイアクリスタル風防を装備したモデル、ミルガウス GV、 ブラック文字盤から見ていきます。メーカーサイト掲載の定価は101万4200円、対して現在の価格コム新品実勢価格は1649850円から1802300円です。価格推移11月中旬から12月末にかけて大幅な値上がり、平均ラインで40万円近く上がっています。スポーツモデルの高騰の波がとうとうミルガウスにも届いてしまったのか。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場73万円から155万円、中堅値は114万円、メーカー定価からの換金率は 72% から 152.8%、 前回10月の調査より最高値は30万円のアップ、最安値は12万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。高値安値ともに全て上昇、価格トレンド上昇傾向と見ていいでしょう。続いて同モデルの Z ブルー文字盤、2014年に追加されたバリエーションです。メーカーサイト掲載の定価は101万4200円、対して現在の価格コム新品実勢価格は183万8000円から195万8000円です。価格推移12月以降大きく値上がり中、先ほどのブラック同様こちらの Z ブルーもすごいことになってます。平均ラインで40万円以上上がっております。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場95万円から166万円、中堅値は130万5000円、メーカー定価からの換金率は 93.7% から 163.7%、 前回10月の調査から最高値は30万円のアップ、最安値は13万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。高値安値ともに全て上昇、価格トレンド上昇傾向と見ていいでしょう。続いて旧作のミルガウス、グリーンサファイアが使用される前のモデルですね。販売価格は中古品にて、現在の販売価格137万7600円から217万3800円です。前回10月に調査した時より大体ですが60万円ほど高くなっています。流通数は白文字盤黒文字盤合わせて25本ほど確認できました。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場60万円から140万円、中堅値は100万円、中古最高値からの換金率は 27.6% から 64.6%、前回10月の調査から最高値は30万円のアップ、最安値は1万8000円のアップです。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。高値の方すべて上昇、安値の方は上昇と維持、価格トレンド維持から上昇という結果です。さて続いてラストですね。ヴィンテージのミルガウス、1960年代初期から1991年頃まで製造された第二世代のリファレンスナンバー1019、販売価格は中古品にて見ていきます。現在の販売価格316万8000円から498万円です。流通数は非常に少なく今回は3本のみの確認でした。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場120万円から200万円、中堅値は160万円、中古最高値からの換金率は 24.1% から 40.2%、前回約2年前の調査から最高値は60万円のダウン、最安値は10万円のダウンです。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。高値の方前回データなしと維持、安値の方は前回データなし、価格トレンド維持傾向か、古いかつ希少なモデルゆえデータ数少ないです。こちら参考程度としておいてください。以上ロレックス、エアキングおよびミルガウスの販売そして買取相場について2022年1月までのデータでお届けしました。ミルガウスがすごいことになってましたね。前回調査した際ミルガウスの中古品の流通量が少なくて今後もまだまだ値上がりそうな予感ですねとお伝えしたんですが、その通り、いやそれ以上に高くなってしまいました。引き続き流通量は少ないままですので今後も注意して観察しておく必要がありそうです。片やエアキングの方ですが値上がりはしているものの中古品の流通数120本以上ありました。なので廃盤にでもならない限り急な値上がりというのは今後もないように思いますが、こちらも油断は禁物ですね。いつ何がきっかけで値上がりするのか最近のロレックスは本当に読めない。
それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。